はい、どうも、楽しみしご飯の時間ですよ。今日ね、赤毛和牛、赤牛、赤毛和牛、赤牛、赤毛和牛、赤牛のローストビーフ、ドーン。ごめんなさい。はい、どうも、楽しみしご飯の時間ですよ。今日はですね、赤毛和牛、赤牛、赤毛和牛、赤牛のローストビーフをドドン、ドドン、ドドンのドンですよ。ドーンと使ったローストビーフ丼でございます。初めて聞いたの。赤毛和牛、熊本赤牛、熊本の赤毛和牛、それを赤牛って呼ぶんですかね。なんかちょっと途中でね、食べてる途中だったかな。今日は食べてる動画とこの作ってるって言っても切って卵のせるだけなんで合体させて、なるべくじゃない、早めの調理風景が短いんで、短い動画にできたんで合体させて、なんとか足してもこれで30分とか行ったりするときは分けてるんですよ。25分30分ちょっと長すぎるかな、足しちゃったらなってときは分けてるんですけど、今日は足して1本の動画にしてますんで、ぜひねそのままね食べてるこの動画もね見ていただきたいんですけど、なんでいただきたいんですけど、もともとこのローストビーフについてるわさび塩っていうのがあって、そのわさび塩をかけて食べたらまた非常に美味しくて、でそれプラスモイヨットちゃんで行く途中で味を変える、そういったことなんかもして、非常に良かった。あとね、七味もかけ、これ七味も使ったかな、七味を使ったような気がする。あ、これはトウモロコシご飯です。僕が自分で炊いたトウモロコシのコーン缶を一缶丸ごと使ったトウモロコシご飯を、うわ、綺麗に並べてね、お花さんのようにこれ綺麗に並べてやりますけれども、なんだっけ、食べるときに噛み出したな、この赤毛和牛のローストビーフの熊本のやつなんですけど、どこのやつって分かるように紙、一緒に入ってる紙、元々箱に、はい、元々箱に入ってたんですけどね、箱はねちょっともうポイしちゃいましたんで、その中に入ってた紙だけ取っといたから、その紙を用意してというか、見えるようにこの後の食べてる動画の方でやりましたんで、それぜひね、どこのやつかなって調べていただけたらなというふうに思います。卵、これ本来であれば黄身だけね、カッコつけてやるのであれば、カッコつけてっていうか味についてもそうなんでしょうけれども、もうどうしても木島君の場合ね、この白身も無駄にできない、そういう気持ちになれないんだよな。でもこれもうこの場でね、白身だけ飲んじゃってもいいかなと思ったんだけど、もうそういうのもあれだからってことで、こうやって卵全卵で乗っけます。俺は美しいでしょ、俺は美しいでしょ、これすごい美味しかったですよ。めちゃめちゃ美味しかったから、このまま食べてるところの方もよろしくお願いしますね。はい、どうも、はい、楽しみしご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました。じゃあね、こちらでございますよ。どう？すごいね。すごいね。これはすごいね。傾けたら黄身全部いっちゃうかな、これ。これは黄身が全部いっちゃうか、これ。すごいね。近づけてみる。いやー、垂れてる。はい、ありがとうございます。ローストビーフ、大ローストビーフ丼です。ローストビーフはこちら、熊本県産熊本赤牛赤毛和牛ローストビーフ、凝縮されたうまみ、しっとり柔らかなローストビーフ、いろんなの書いてます。あれ、召し上がり方って書いてたな。大丈夫だ、大丈夫です。ます。その前に本日どっちからいこうかな、これからいこうか、自家搾り沖縄産シーカーサー、もう一回いただきます。はい、いきますよ。乾杯乾杯乾杯、おーい、乾杯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 。ああ、おっしゃ、おいしいね。もう一回いただきます。なんか嫌なこと。塩もあります。わさび塩。これついてたやつ。で、モイヨットちゃん。そういうふうにしていきます。まずそのままいきます。あ、下の米。
コーンだらけ炊き込みご飯です。うんうん、素晴らしい、素晴らしい。こう本来であればあー美味しいね。柔らかいし旨味もたっぷり、柔らかいし旨味もたっぷりです。うん、コーンだらけです。うん、米もいい。うん、甘い。プツンと弾けて甘い。本来であれば黄身だけ、黄身だけでいくもんなんでしょうね。いくら木島でもそれぐらいは知ってますよ。知ってるけれども、白身がもったいないじゃない。わさび塩いきますよ。天ぷら、フライ、焼肉、ステーキ、何でも合うんだ。わさび屋が作った、わさび屋が作ったわさび塩、あーいいね、いいですね。ん、どこのか、どこのか分からんぞ。ん、どこに、あー、こっちか。山本食品さん、静岡、三島。さあ、ちょっとこっち、こっち行きましょうか。ちょっとこんぐらい行ってみましょうか。好きだから、わさびが、木島くんはわさびが好きだから。うん、うん、うん、いい、いい、粒子というか細かいもんだからどこにかけたかもうわからなくなってる。どこにかけたかわからなくなってるよ。こうやっていかないとダメだね、わからなくなっちゃう。わさび塩と合うな。さすが、最初からついてるだけあってこれ抜群ですよ。扇風機の風ちょっと弱くしてるけど細かいから、風の影響をよく受けます。シーカーさーいいね、シーカーさーおいしいね。すごい反応してる、すごい反応してる。これ少なくなっちゃうんじゃないの。あ、そう、まだ一回も近くで見ていただいてないね。これ見てくださいよ、これこの肉の感じどうですか。この肉の感じ素晴らしいじゃないの。赤毛和牛って僕、すみません、勉強不足で今回初めて知ったけど、すごいいいですね。すごいいいね、赤毛和牛。うん、
うん、あ、いいね。これ炊飯器に入っていた米、残っていた米全部入れたけど足りないかもしれない。これあっち行って、そう足りない可能性ありますよ、これ。ダメだ、もう行こう。はい、お願いします。あざす。素晴らしい、素晴らしいの一言。うん、すごいな、すごいな。もう気にせず、気にせず言っちゃおうか。すごいな。すごいぞ。うん、相性抜群だ。こっちだな。氷結土佐文旦、高知の恵みに育まれた土佐文旦の氷結です。こっからちょっともよとちゃん行ってみましょうかね。2本目。乾杯。おいしな、限定出荷、うわ限定出荷果汁 0.3 アルコール 4% もうよとちゃんいきますよ。お、はみ出てるから。
あ、ごめんなさい、伝えられたんだね。はみ出てますから、桃ちゃんです。ちょいと行きましょうか。かけすぎは危険ですからね、もよとちゃんは。これぐらい、1枚にこれぐらいかけていると完全にかけすぎです。完全にかけすぎです。で、ほらね、やっぱりある、やっぱりある、辛い、やっぱり合う、辛い。塩もいいけど、これは強力だ。塩もいいですけど、こっちもかなり強力です。なんか辛いよ。でもこのコーンがね、コーンがいますから、そのおかげでだいぶちょうどよくなってんの。最高だね、あんたは。ベトナミーズビストロチリソース、もよとちゃん。最高だね、辛いね。辛い。よし、これや。ありがとうね。ありがとうね、本当に。出会ってくれてありがとう。もよとちゃん。出会ってくれてありがとう。緑の。この粘土を見てください。お腹鳴りました。この粘土を見てください。これがもよとちゃんです。他にいない。どんな味がしますか。もよとちゃん味です。オーナー弁当、どんな味がしますか。オーナー弁当味です。そういうことです。僕が好きなのは、あー、すごいタレだ。
辛い。本当に辛い。でも本当に美味しいの。最後のモヤットちゃんチームの方に卵残しといた方が良かったかもね。美味しかった。いやお腹いっぱいになったな。お腹いっぱいになったな。食べたな。初めて知ったし初めて食べた。黒毛和牛じゃなくてね、赤毛和牛、熊本赤牛ローストビーフ、大ローストビーフとでついてるわさびの塩で食べてもすっごい美味しいし、口の中まだ辛いけど、モイヨットちゃんがローストビーフにもよく合うっていうのがよく分かった。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おばあちゃんの